回、スノードロップオリジナル商品から新しいスタイリング剤のハニークロスが出たので、こちらの商品の説明をしていきたいと思います。こちらの商品の特徴としては、まず蜂蜜由来成分が入っているので保湿力がすごいあることと、あとベータ付きがなくセットができること、あとはキープ力があるので、これ1本で1日中スタイリングがキープされます。では早速こちらを使ってモデルさんにスタイリングしていきたいと思います。で今回モデルさんはボブスタイルのモデルさんに来ていただきました。で非常にハニークロスとも相性がいいスタイルなので、まずつける前に軽く巻いてからつけていきたいと思います。では巻き終わった状態がこちらになります。でこの後実際にハニーグロスをつけてスタイリングしていきたいと思います。はい、ではつけていきたいと思います。つける量としてはたっぷり指にのせて、それを手のひらに1杯分ぐらい、だいたいこのぐらいで最初つけていきます。取ったやつをしっかり手のひら全体に均等に全部手のひらにつけていただいて、それからカールをつけた毛先の方を中心にこう揉み込むようにしてつけていきます。で全体に馴染んでくるとタバっぽい感じとかが出てくるようになってくるので、好みのふんわり感まで調節してつけてあげてください。こちらがハニーグロスをつけた後の完成になります。じゃあ今回こちらのハニーグロスのご紹介ということでしたが、対象としては動きのあるショートからボブのヘアスタイルにつけてもらうと非常に軽やかで、重たくなってしまう方とかも非常に動きが出て、でキープも一日中してくれるタイプのものになっているので、ぜひ使ってみてください。